パレアカメニ、島は、エーゲ海のサントリーニカルデラ中央部付近に位置する、島。紀元前197年、イエラ島が噴火により生じた。この島は後に消滅したが、パレアカメニ島の先駆的な存在と見る場合、成立年代はこの年とされる。紀元46年から翌年にかけての噴火で、現在のパレアカメニ島となる、ティアー島が誕生した。直接的にはこの年が、 成立年となる。さらに726年の噴火で島が拡大し、後のアイオスニコラオス港となる湾が形成された。1570年の噴火で20世紀に根赤目に、島と一体化するミクリカメに島が新たに形成され、パレ赤目に島となった。1991年には1名の居住が確認されていたが、2001年の調査段階で、定住者は存在しない。 ネアカメに島と共に観光地として機能している。アイオスニコラオス港には海中温泉が存在するため有出物で変色しているが、暖かい海で水泳を楽しむことができる。島内には小さな境界があるほか、小道が整備されており、標高98メートルの最高地点やクレーターを訪れることができる。島にはヤギ、ハト、ウサギ等が生息していることが知られている。 AB バルコナロジェクルマップオブペイリア &NEA カメニインスティチュートフォーザ・スタディーモニタリングオブザサントリーニ・ボルカ・ナンバー2013年11月10日閲覧 ABCD ペイリアカメニロッキー・アイランドセイラグリークトラベル・ページーズ2013年11月10日閲覧 AB 小山正人ヨーロッパ火山気候地球マ処防 ISBN 978から44億85万 7303http コロンスラッシュスラッシュ sk01.ed.sizuoka.ac.jp スラッシュ k-o-y-ama スラッシュパブリック html ヨーロッパ、クリース html、ハット abc、ボルケーノギリシャ観光省ギリシャ政府観光局2013年11月10日閲覧 The Creation of Payria and N.E.A. Kameni Institute for the Study and Monitoring of the Santorini Volca No. 2013年11月10日閲覧トム・ファイファー3.2 Historic Eruptive and Measure SizeMic Events After the Mean Arm Eruption 197BC-19502013 年11月10日閲覧 アイアンディパシッツオンペイリアカメニ。2013年11月10日閲覧。ロサリー・ MC ・ロペス・ザ・ボルケーのアドベンチャーガイド、ピアニッシモ、233から234、ISBN0521554535。ありがとうございます。